ということで、悲しみの果てですね。だった悲しみの果てに で何があるかなんてでれって俺は知らない、見たこともない、ただルルルルル浮かんで消えるだろう、ウーイエーイドゥルドゥドゥドゥルトゥトゥヘアオアカルソン、コーヒーを飲もう二人で、花を飾ってくれよ、いつもの部屋に。何しよう、これからあのね、じゃじゃっちゃ悲しみの果てに、ということで、今からこれをね、部屋を飾ろう、コーヒーを飲もう二人で、花飾ってくれよ、いつもの部屋に。本当ぜえわ、あ、もうマジで25個全部クソでしたね。ちょっと俺限界突破関係ないからっていう理由で あれしようかな。俺もうガチャ、俺もう引かない、もうマジでもうガチャのせいで何回負けとんじゃ、トリクル嫌いになりそうだわ。まあ、悲しみの金稼ぎですよ。マジでな。また負けたよ。今階層何階だ？あ、次あれであれか。めんどくせえな。
これで戦中アクション使う。戦中アクションで。よし、飛んで。うわーもうマジうぜえ。意外に周回方法見つけた。お金ないんすよ。なくて困っててね。最近お金ないんすよ、このトレクルで。失われた25個の魔法石たち。魔法石じゃないですか。これからですよ。ゼロになりました。トリクルな、周回もし遅れたしな、ハンコックも寝ちゃったし、もう3下トリクラーですわ。ということでここにね、ガチャ引かない宣言をしたいと思います。金来た。配布メールで。いや、かぶりすぎだろ、さすがに。全部消してやるよ。で、頭来たから。なるほど。これにしたよ。なんかどんどんクソが溜まっていくわ、マジで。うーいえい。あれなんだよな。まあいいか。まあ一気に130万稼いだ。うーいえい。でててれでんでん、へよ飾ろう、コーヒーを飲もう、二人で。顔すごいだろ。いいね、ノーマルアバトン。ちょっと何も考えないで俺行くわ。俺スロット考えずに行ったらどうなっちゃうのか一回やってみるわ。モモンガは余裕で倒せるんだよな。高速周回ですよ。
でもビンスモークサンジ強すぎ説あるよな。ルフィじゃダメか、まだまだ。でも周回の時に助かるのっていうのってさ、あれだよね、パーフェクトタップしたら次のターンもスロット継続、あれ強くね、普通に。あれはこれで、これは飛ぶ。地獄の思い出はこれが飛ぶわ。でどう動こう。意外に そんな考えなくてもいけるな。このパーティーだとね、5倍なんですよ。ビビ、ネベルタリビビと、だから5倍なんですよね。まあ、5倍なんで100万くらい一気に稼げるよって。めっちゃ金あったけど、いつの間にかなくなってるしな。イェーイ。ドン。俺もうガチャ引くのやめよう、マジで。きつすぎるわ。でも初日の、あれですよ。初日の、メールガチャは、クロコダイルダンディだったんで、よかったと思います。いや最近ね、お金の減りがすごい。もっと周回しなきゃな。最高なのがあれなんだよな。あれ。女の子じゃねえ、ギロギロの実のやつで18倍になるから、うまくいけばもうすごいよねっていう。 18×30万は540万。もしなんかの表紙で30万ベリーでだったら540万一周で稼げてしまうという恐ろしさ。もっと稼げるしね、あいつが出たら。まあ、ということで、次回の動画で、次回の動画で見ましょう。バイバイ。やっぱトリクルは楽しいですね。これからも続けていこうと思います。では。